40歳女性専門卒の者のです。美容師歴20年、海外で働くことも考えましたが、仕事に希望が持てなくなり転職検討中です。通信大学に行く4年通い中学教員を目指すのは無謀でしょうかはい、無謀です。40代の採用率は極めて低いですが、年齢制限はほとんど自治体がなくなりました。転職するにしても美容業界や介護職以外で仕掛ことの何がいいと思いますか鉄拳本調べてみました。アドバイスお願いします。えっと、あの、すでに英語が喋れるっていうのであれば全然いいと思うんですけど、 あの、その英語が喋れるわけでもない44歳の人で働いたこともない中学教員がいきなり英語を教えますって言われても、いやいやいやってなると思うんですよね。あの、要は20代でその、なんか22歳卒業したばっかりです、英語の教員ですっていう人と、その44歳で教えたことない人だったらやっぱ22歳を採用しがちなんですよ、日本の学校は。なので、あの、かなり厳しいんじゃないかなと思うので、その、 英語がそもそも得意ですっていうのであれば全然いけるかもしれないですけど、そうじゃないのであれば、あの、なんか、普通の仕事に行った方がいいと思いますよ。要はその、えっ、ー、と、新卒でもこのスキルがあったら認めますよっていうタイプの仕事があればいいんですけど、例えばその、じゃあプログラムとかでこういう資格を持ってますっていうので、じゃあ資格があるから取りますってなるんですけど、その、中学教員って資格を持ってるのが当然なので、その資格を持ってるからといって有利に働くもんでもないんですよね。 なので、なんかその資格を持ってると有利になる資格を取った方がいいんじゃないかなと思いますけども。ただ、その40歳の人でこれからプログラムやるぐらいだったら、美容師を、まあ、転職するなりして続けた方が、障害収入は多くなるんじゃないかなという気はしますけども。